皆さんこんにちは、流星です。お疲れ様です。久しぶりにですね、動画を作りましたので、アップして皆さんに報告していきたいと思います。で、まあ夏で暑いですよね。で、日陰で猫ちゃんがね休憩してますね。で、お花もこの時は咲いてますね。6月の上旬ぐらいかな。紫陽花も咲いてます。この頃はまだね梅雨でね、そんなに暑くなかったですけどね。で、昼ご飯弁当をね作って、小屋でね食べました。で、春の新じゃがと玉ねぎでですね料理を作ってね、ポテトサラダをね作って弁当で、入れてきました。美味しかったですね。これが生姜ですね。で、トマトが実をつけてますね。だいぶ膨らんできてますね。まあ、しばらく1週間2週間後ぐらいにね収穫しようとは思ってたんですけどね、まあちょっとアクシデントがね起こりましたね。で、きゅうりとかオクラも植えました。で、青ネギがまあ種からね植えつけて育ててきて、まあ結構育ってますね。半分ぐらいは失敗したいんですけどね、半分ぐらい育ってきてます。で、大葉ですね、これは青じそで何枚かちぎってまあおかずにして食べましたね。まあ、トマトは虫がめちゃくちゃつきますね。まあ私は無農薬で育ててるんで、虫がかなりトマトはつきますね。で、さつまいもの苗を、まあ、水につけてますね。で、次の週にさつまいもを植えたんですけど、動画ちょっと撮影し忘れてますね。まあ雑草がやっぱりすごいんでね、まあ、菜園もする間もなくね、草刈りがほとんど時間を占めてるっていう感じですね。これ1ヶ月ほったらかしたらもう雑木林になると思いますね。2週間ぐらいほったらかすとこういう状態ですね。草ぼうぼうですね。で、赤じそが勝手に生えてきてますね。で、トマトがね熟してきたんですけど、まあ何者かにね食べられてますね。トマト食い散らかされてましたね。で、犯人はこの爪痕から見たらやっぱりアライグマかアナグマだろうなっていうことが分かりましたね。で、調べたらまあ罠をね市役所に借りて捕まえることもできるみたいですけどね、まあどうするかちょっと考えていきたいと思います。いろいろ対策がねあるんでね。で、ブルーベリーがねだいぶなってきたので、この日はいくつか積んで持って帰りました。で、栗がね実がかなり膨らんできてるのが実をつけてきてますね。まあ、秋の栗拾いが楽しみですね。で、ブルーベリー第1弾としてね、どうでしょうね、 200g ぐらい取って持って帰りました。まあ青じそも結構ね美味しいですね。虫もほとんどつかないし、で塩振って、ご飯と一緒に食べたらめちゃくちゃ美味しいです。で、次の週昼ご飯はまあ弁当屋で買ってきたおかずをね、まあおむすびを頬張りながら今日何するかを考えてますね。草がねものすごい成長早いんですよ。これ1週間2週間でものすごい1メートル2メートル生えてくるんですよね。まあ1メートルぐらい生えてくるんですよね、2週間ぐらいほったらかすと。
でとりあえず草刈り機をね、電動式の草刈り機を買ってね、買ってみましたね。まあ音がうるさくないんでね、いいんですけど、馬力がやっぱりちょっとないですよね、エンジン式の草刈り機と比べるとね。でやっぱり安いやつはね、結構ね細かい部品がね壊れていくんでね、やっぱり買うならちょっと奮発してね高いやつを買った方がいいかと思いますね。でまあ草刈りを1回目やってこんな感じですね。で防草シートも一部やってますけど、まあ、防草シート結構高いんでね、1平米でまあ数百円からまあ買えばもう数千円数万円かかってしまうんで、ちょっとまあ財布と相談しなきゃいけないんで、結構ね防草シート便利なんですけどお金はかかりますよ。だからちょっと考えてますね。部分的には防草シートやってますけど。でブルーベリーがまたねどんどん、やっぱり7月から8月の初旬にかけてねなりますね。で順番でなったやつはね 500g ぐらい収穫しましたかね、この日はね。で赤じそが気になったんで、赤じそも50センチ以上ね、丈が50センチ以上あるものはね摘み取ってね、で家に持って帰って赤じそジュースと、であとは塩漬けですね、塩で揉んで塩漬けにしましたね。まあ、赤じそジュースはやっぱりスタミナつくんでね、で美味しかったですね。で通称地下室ですね、まあ、裏山の崖のところをちょっとまあチェックをしてます。でやっぱり日光があまり当たらないんで雑草もそんなに生えないんですよね。でちょっと気になる部分だけ草刈り機で、釜と草刈り機でちょこっとまあ散髪するような感じで、飼ってますね。で栗の木と隣の竹林が邪魔をしてるんで、ちょっと他の人の所有地なんですけど竹が邪魔なんでね、ちょっと1メートルぐらいは切っていこうかなと思ってるんですけどね。栗の実もね膨らんできてます。でこれが7月の終わりぐらいですかね。でまた次の週に来たらもうこういう状態ですよ。8月のお盆明けだったかな、もうなんかやる気がないっていうかね、とりあえずもう一旦生えた後に草刈りしようかなとかね、タイミングを見計らってますけど、まあさすがにちょっと虫も多くなるから一旦このタイミングで草をもう一回刈ろうと思って刈ってますね。で畑の野菜とちょっと見分けがつかなくなるからね、やっぱりね食物を植えてる場所はね、やっぱある程度草むしりはしないとね、わけわかんなくなっちゃいますね。間違って草を刈ったりとかねしましたからね、初心者の頃ね。まあとにかく草刈りの連続ですよね。草刈りそして草刈り、時々菜園って感じですね。でお花もやる余裕なかったですね、もう全くね。まあ唯一朝顔だけですね、植えたのはね。とりあえずはもう日中も35度とかね、いう日もあるし、まあ一応天気予報で曇りで雨の降らない割と最高気温が30度台前半ぐらいの日を選んでやってるんですけど、やっぱり日中はもうやっぱりもう1時間もすればね汗がびっしょり出るしね、熱中症でもうフラフラしますね。やばいんで、もうあんまり長時間はやらない方がいいですね。やっぱ朝と夕方にちょこっとやるのがいいでしょうね。
まあ私もそんなに若くないんでね、ちょっとやばいなと思いましたね、日中の作業でね。で、これ青ネギですね。ネギを収穫しました。まあ、汗をかくってまあいいことなんですけどね、デトックスできるんでね、体の中の毒素をね、デトックスできるからいいんですけどね、とにかくやばいですね、もう今の夏の日中の作業はね。まあ、朝顔はね、鼻をようやくつけてくれたんでね、ちょっと嬉しかったですね。小学生以来ですかね、朝顔を育てたのはね。なんか簡単なのでおすすめしますね。朝顔誰でも育てられますんで。あとオクラがですね、収穫できたんですけど、ちょっとね、大きくなりすぎるとね、つまり収穫時期を逃すとね、もう食べられないぐらい硬くなりますから、まあ、キュウリもそうですけどね、めちゃくちゃでかくなって、で硬くなるんで要注意ですね。という感じでですね、まあ、夏の菜園日記っていうことでね、動画を作って皆さんに報告をしました。またね、秋の菜園日記をね、また作っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やグッドボタンを押していただければ励みになりますので、よろしくお願いします。じゃあバイバイ。